じゃあの方大丈夫ですか？ OK です。緊張してる？緊張してるね。 OK です。さあじゃあますますテンポ気をつけてね。ますます緊張させる MC で入りたいと思います。日曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか？お待たせしました、いい岩田。皆さん、いい庭だでございます。ちょっとね、3曲ほど2人でお送りしたいと思いますので、お付き合いください。
今日若者の曲をお送りしました。あのワンオクロックの、ね、ナンバーで歌えばいいわ。皆さんカラオケでね、若い人に歌えるかもしれません。あ、まあ、大丈夫やな、しようかね。続きまして、もう2曲目はあの大竹栄一さんのいちご畑で捕まえてて、聖子ちゃんに書いた曲があって、その曲とあと、Four Times Fun っていう大竹栄一さんが歌われてる曲があって、その2曲をちょっとマッシュアップしたようなナンバーがあります。その曲をやりたいと思います。いちご畑で Four Times Fun。She
難しい曲なんだ。すいません。頑張りました。知ってました？いちご畑とか知らなかった？知らない？知ってるよね。セイコ、私もセイコちゃんファンなんで、もちろんなんですけど。超難しいよね。もう何やってんだかも生きてんだか死んでんだかも分かんなかったね。それではね、最後の曲ですが、曲レディーガガちゃんの曲をお送りしたいと